皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。今回はアイドルハロプロのですね話題です。もう定番となりました写真集の話題です。今回は2020年11月16日発売の椿ファクトリー谷本亜美ちゃんアンミーのですねファースト写真集アミですね、こちらが届きましたので、ですね、まあ、写真集の感想や、まあ、谷本亜美ちゃんアンミーのですね簡単なご紹介などを行います。毎度ですね個人的な話題ではございますが、まあね、一人でも多くの方にハロプロやですね椿ファクトリー、そして谷本亜美ちゃんのことについてですね知っていただければ幸いという思いで今回もアトゥーク語りますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに谷本亜美さんのですねプロフィールをご紹介いたします。1999年11月16日生まれですね、私が今収録しているのが、2020年の11月15日、なんとですね、誕生日の前日でございます。ね、明日が誕生日、おめでとう、ね、しかも、この後ほどご紹介いたしますが、この11月15日前日は、なんと私の地元、大分でですね、ハロコンが開催されました。それに、谷本亜美ちゃんがですね、参加されております。いやーね、やっと会いたかったんですよ。北海道生まれでございまして、B 型というのがね、また嬉しい限りでございます。なぜ B 型に私はこだわるのかですね。まず、私が B 型だからです。でさらに、まあ、余談ですけども、私結構、まあ、傾向的にですが、B 型の女性はやっぱ好むなんか傾向があるんですね。同じ B 型同士かわからないんですが、ハロプロはですね、結構 B 型が少ないです。ただ、椿ファクトリーは割と多いです。ね、アンビーやっぱ B 型っていうのは、なんか正直親近感を覚えて嬉しいなと、名前嬉しいと思ってます。ニックネームはアンミーということでですね、ご紹介いたします。このアミちゃんのですね、名前の由来ですけども、これお父さんがですね、まあ、夢枕にですね、まあ、夢の中でですね、今度生まれてくる子供にはアミという名前を付けなさいと。で、字もこのね、安いって言ったらですけど、安らかという字と、美しい字でアミちゃんと。つけなさいということで、アミちゃん、アンミーというふうに呼ばれているそうです。2015年4月29日に、まあ、加盟といいますか、椿ファクトリーが、まあ、結成された日でございます。ですから、もう5年以上ですね、活動を今続けております。もともと確か、モーニング娘。の12期のオーディションに参加されてたと思います。で、その時に一緒にオーディションに参加していた、例えば、アンジュムの上國風呂萌ちゃんとですね、まあ、同い年ということもありまして、結構仲良くなったという話が、この間のですね、タイニータイニーですね、ございました、紹介がございました。で、彼女はですね、野球観戦が好きということで、やはり、まあ、北海道出身ですね、北海道日本ハムファイターズがの応援をされているということでございます。あれ、ハロプロでなんかもう一人、日ハムのファンがいたな。ああ、牧野マリアちゃんだ、モーニング娘。20の。ですね、牧野マリアちゃんの写真集の、紹介とかですね、いろいろと動画もございますので、その過去の動画もご覧ください。野球好きというのがまた嬉しいなと思います。まあ、私もずっと野球をしておりましたのでですね、やっぱ野球は楽しいですよ。で、このアンミーってなんですね、とにかく、まあ、プロフィール写真もご覧いただいたら、感じていただけると思うんですが、もうめっちゃ生ら美人ですよ。大人な感じで結構お嬢様な雰囲気なんですよね。ちょっと写真ここ載せればよかったんですけれども、成人式の前撮りの写真がもうね半端ないけですよ。すごいですよ、本当お嬢様みたいな感じなんですね。でも、まあ、ファンの中でもこのアンミーはもうビジュアルに関しては本当ハロプロでもトップクラスの美貌、もう外に出てもね恥ずかしくないというほどすごい美しい美貌なんですが、中身がね、またこのギャップがあるのが面白いのがハロプロです。結構ね、個人的に思うのは、アンミーはですね、笑い声が結構甲高いですね。結構ゲラというかですね、笑う性格でして、時々なんか、会長って言った怪しい鳥って書くなんかですね、すごい奇抜な笑い方するんですけども、まあ私この笑い方好きでして、まあ私自身もね、笑い方が本当おかしいっていうのもあるんですけども、この、まあ、例えば同じね、パープルで、写真集をこの間紹介しました、ビヨンズの島倉梨花様もですね、見た目はお嬢様風、ね、アンミーと同じような感じなんですけども、中身は、ね、わんぱく少年みたいな感じで、
アンミも結構中身にギャップがあるんですね。まあその笑い声も結構面白い笑い方をしてますし、あと個人的には、ね、いい意味でですよ、変態チックなところ、同じまた紫のですね、あの宮本かりんちゃんジュースジュースね、これも動画撮ってますけども、みたいなんかある意味すごい特徴的なね、特別なことに凝ってるなというイメージがあります。もうこの最たるものがこちら書いてますが、おけつまんなんですね。あのとにかくアンミーはあの女子のですね、お尻を触るのが好きそうで、こう好きあればお尻を触ってるそうですね。本人曰くですね、あの一番好きなお尻はあのちょっと上にキュッと上がってるんだけども柔らかいっていう、引き締まってるんじゃなくて上がってて柔らかいお尻が好きということで、じゃあハロプロで一番誰が、いいお尻なのって聞いたら、カントリーガールズの山木梨沙ちゃんですね。写真出てますけども、もう最高だと、キュッと上がってて柔らかみがあるというんですね。椿ファクトリーのメンバーですと確かリーダーの山岸莉子ちゃんがですね、お尻がいいそうですね。あの別にリコリコのことそういう目で見てませんからね。はい、あとですね、これあの余談ですけど、 D マークかなんかでですね、あのハロプロの運動会去年2019年あったんですね。その時にですね、アンジュルムのハシタコリンちゃんのお尻を触ろうとした谷本亜美ちゃんを注意する上国寮萌ちゃんという動画がですね、まああるんですけれども、これね相当面白いですから、本当は隙があれば女の子触りに行きますからね。あ、そうだそうそう、大分公演、今回そのハロコンの秋の大分公演今日あったんですけれども、ハシタコリンちゃんと一緒なんですよ。なんか嫌なことが起きてないといいですけどもね。私はねそういうの好きなんですよ。このおけつまんというのは、あのキュートの鈴木愛理ちゃんが作られたそうなんですね。もうすごいですよ、キュートのメンバーのお尻触りに行くと言って、鈴木愛理ちゃんからね、おけつまんっていう名前ね、あだ名をつけられたという、このね美貌からしておけつまんが出てくるっていうのは本当にねびっくりですし、私はそういうギャップが面白いです。あとここには書いてませんけども、確か最近ハマっていることの一つが、あの Google マップでですね、あのまあね、こう実際に立体写真とか写真の中でですね、地図歩いていくようなアプリですけども、それ、ね、Google あのマップというか Google Earth でですね、あの椿ファクトリーのメンバーの自宅を見るというね、マニアックな、本当いい意味で変態なですね、趣味をお持ちでございます。ちなみに一番家がゴージャスなですね、もうお嬢様風な家だというのは、小野田沙織ちゃんだそうです。続きまして2番がですね、まあ、谷本亜美ちゃんとのですね思い出でございますが、初めて会ったのがまさに今収録しております、2020年の11月15日でございます。ハロコン秋の大分公演で、やっとこさアンミーを拝見できました。まあ、ちなみに今回ですね、初めて拝見したのは、そのアンミーと、ハシタコリーチアンジュルムのですね2人、まあ、まさにおケツを触られてないか心配ですございますけれども、このですね、2人が初めてで、あとは2回目とか3回目なんですけれども、やっとアンミーで、しかも今回私、まあまあ、ありがたいことにというか地元ということもあってでしょうが、前の方の席で真ん中の席でですね、このハロコンを会見できたというのは本当に嬉しかったです。今までのハロコン全部ね、大阪の時は3階席とか福岡、熊本もこう後ろの方の端っこの席でちょっとがっかりだったんですけども、今回近くで、そしてアンミーをね、見ることができました。でアンミーは本当に面白いんですし、まあ、歌はね決して正直上手とは言えないんですけども、まあ、本人はね課題というふうにおっしゃってたんですけれども、この一生懸命さもありますし、やっぱりねこう舞台で入るというか妖艶な感じですよね。こうまあ、ちょうどね私も写真集がね、まあ、まもなく届くということでですね、楽しみにしてましたし、ね、やっとおけつまんにあると言ったらいいですけども、亜美ちゃんにねこの大分の地で、しかも、ね、誕生日の前の日でねこうお会いできたということがですね、本当にまあ尊いなと、ちょうどいい時にですねこう拝見できたというのは本当に嬉しく感じています。でまあ、あの実際にはまだ会ってないんですけど、もう一個まあ余談として、今年のですね2020年の9月、椿ファクトリーの新曲でダンシャイズムのですね発売記念で、あのインターネットでですね、サイン会が行われました。で私は、まあ、正直なところですね、現在椿で一番知ってるのは、まあ、朝倉キキちゃんですね。
ただ椿も箱押しで結構一押しとか二押し変わるんですけれども、この時はですね申し訳ないですが、まあ、朝倉キキちゃんが一押しということで朝倉キキちゃんの、サインですねのつく特典を買いました。おまけにその呼ばれたんです、私あのねリアルタイムで当時のですね感想動画も載せておりますけども、でまあその時のですねサイン会何にサインするかというと、メンバーとか、まあ、ソロで撮っているチェキにですねサインをしてくださるということになりました。で私の番親方の番になった時に、キキちゃんが引いたのがこちらの画像ですね、キキちゃんと後ろに写っているのがまさに谷本亜美ちゃんなんですね。これ本当嬉しかったですね。キキちゃんも好きですし、でアンミーもやっぱりこう今2番手3番手ぐらいに注目してるんですよ、ね、ちょうどねこう気になってる2人の写ってる写真というのはリアですね。正直なところですねこれまあリアルタイムでこう YouTube 見てたんですけども、コメント欄見るとみんなからあいいなこれ当たりだなっていうふうにおっしゃってたんですけども、まあ、まさに私もこれ本当にありがたい、1枚でございます。ついにですね実際サインをしてもいただきましたので、詳しくはその時の動画ください、私の名前が親方ではなくて親鷹と呼ばれています、キキちゃんに何回も、まあ、小野田沙織ちゃんもねパートナーだった小野田沙織ちゃん間違えてますけども、ね、ちょっと大変ね名前が難しい名前で申し訳なかったんですが、個人的には相当嬉しかったです、ね、美味しいね美味しいね、白鵬ですね、ちょっと3ヶ月連続休場でございます。さあということでお待たせいたしました、写真集のですねご紹介をいたします。まず2020年11月16日に発売です。まあ、アンミン21歳の誕生日ですね。まあ、他のハロプロでもそうですし、他のグラビア写真集でもそうかもしれませんが、大体この誕生日の日に写真集リリースというのが恒例になっています。まあ、ご祝儀ということでございましょうかね。で今回のなんとロケ地が宮崎県なんですね。私のまあ住んでいる大分県のお隣でございます。でまあ、馴染みのある青島とかですね、シーガイアとか出てきましたけども、いやーもうぜひね、大分でも撮影していただきたいですね。とはいえ、まあ、今回の秋のハロコン、まあ、大分と宮崎お越しいただきね、なまらありがとう。さあ、このアンミーのまあ全体的なこの写真集の印象なんですが、まあ、大人だね、アンミーは。大体この、私が紹介しているハロプロの写真集ですと、まあ、19歳とか20歳ぐらいで撮影されてるんですけれども、大体こう少女のような雰囲気とか少女からこう大人になる過渡期のようだという発言をよくしてますが、アンミーは大人だね。もう本当にもう加入当時からですねこう大人の魅力、まあ、お嬢様風でもあり、でなんかこう OL のような身近な感じもありですね、この大人なアンミーをですねぜひ写真集で楽しんでいただきたいです。またこの実際ハロコンでこう大分で生でも見ましたけど もう細くてスタイルが良いので、まず水着がやっぱり似合いますね、まあ、いわゆる布面積が狭い少ないものですけれども、ぜひおけつまんのお尻を堪能というとなんかいやらしいですけれども、水着姿は本当にスタイル良いのですので、まあ、私よりか明らかに良いですから、ぜひご覧いただければと思います。で一方で逆に布面積が広いですね、まあ、スカート姿、ワンピース姿、また帽子をかぶってこう散策している姿もございますが、これもね、また大人なですね、落ち着いたアンミーが出て美しいですので、こちらも楽しんでいただければと思います。でさらに、最後はですね、浴衣姿なんですね。裏表紙も浴衣ですけれども、結構今回は普段なんかビビッドな感じなんですよね。濃い赤い感じの基調とした浴衣で、で髪飾りコサージュですかね、まあ、椿の花もつけてますし、まあ、個人的にはこのアンミーって今回写真集のワンピースもそうだったんですが、例えばメンバーカラーであるライトパープルのような落ち着いた色とか薄めの色というイメージがあったんですが、今回はこうド派手な感じで、なんか個人的には意外なアンミーな一面を見られたかなと感じています。余談ですけど、朝倉キキちゃんのサイン会でもらったチェキですね、アンミーのですね浴衣姿はありますが、その時は確か紫だったですね。いや浴衣姿も似合うということで、これも必見でございます。でなお今回のそのですね DVD メイキング DVD で見ましたけども、まあ今回の敵はこのなんか虫と天気との戦いかなというふうに私は思っています。
アンミは小学校の時までは苦労されるほど虫は得意だったんですが、今回はなんか虫がとにかく嫌いということで、もう虫との戦いっておにもおっしゃってました。なんかクドゥをと交流しているマナカンがこうキャ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 ハイテンションで弾けているように、なんか途中撮影途中でキャ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 ってこう弾けているアンミが見て楽しいのかなと思ったら、いや違うんですよ、あの虫が怖いんですよという話をねされてました。まあ、私も虫が苦手ですけれどもね。でまたあの天気の戦いですね。まあハロプロの写真集とか、まあ、他の写真集もそうでしょうが、天気が勝負ですね。なぜかねハロプロの写真集曇りが多いんですよね。まあ私も雨男ですから何とも言えないんですが、今回のこの撮影はまあ宮崎で2日間、まあ、いずれも雨の予報だったんですね。ただこの撮影の時間に関しましては、まあ、雨がまあ、上がったということ でちょっくら晴れ間も見えたという話ですね。公式の YouTube でも上がってますけどもね、その途中ですね、晴れ間を探さなきゃいけないというところですね、いうところでやっぱこう天気をかなり意識されてましたね。まあ、最近買ったハロプロの写真集ですと、その、まあ、例えば同じ椿ファクトリーの小野瑞穂ちゃんの瑞穂とか、モーニング娘。20の森戸ちいちゃん そのですね、3枚目の写真集ですね、クロスローズなんていうのは大体こう快晴ですから、やっぱ晴れてるだけでもこう丸儲けじゃないですけどね、やっぱり爽やかな印象ありますので、天気っていうのはこうやっぱ重要なファクターだなと思っております。まあ、あの2つね、小野瑞穂ちゃんと森戸ちいちゃんの、写真集も購入して、あの動画も紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。あのメイキング DVD もですね、あのこれはもう見物でございますので、ぜひ、ね、ご購入いただいたら楽しめると思いますので、まあ、この大人なね、安眠を楽しめる、良いグッズだと思いますので、ぜひ皆様購入をお願いいたします。ね、以上、写真集の紹介でございました。ぜひね、あの皆様もご購入よろしくお願いいたします。それでは最後まで、ね、ご覧いただいてありがとうございました。したっけ？推しのために今日も働く。まあこのしたっけの後に、こんなごつい終わり方していいのかなと今悩んでます。この部分の収録はちなみに、夜中の2時前に撮影しております。これで本当に動画撮ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。